元 J リーガーで藤枝東高出身の鳴岡翔氏、38、赤星貴文氏、36、の2人がこのほど、富士市立高グラウンドでサッカークリニックを行った。富士市内の中学生及び指導者ら約60人が参加。パスやドリブルなどの基本練習から、体の入れ方やスペースの作り方など、身振り手振りを交えて指導した。生徒らは1対1やミニゲームなど約2時間半、目を輝かせてボールを追いかけた。開始の挨拶で鳴岡氏は、サッカーを楽しむこと、トライ&エラーで挑戦すること、と強調。自身が学んだ現役時代のポリシーを子供たちに伝えた。高星氏は、このような形で指導したのは初めて。新鮮に感じて私も楽しめました、と振り返った。参加した吉原北中サッカー部の渡辺凛久、陸、主将、2年は、仕掛けるタイミングが勉強になった。今後に役立てたい、と声を弾ませた。同イベントは、県が実施する、ドリカムスタート事業、の一環。ジュニア世代の育成、強化を目的に開催された、山口正久。